DJI Fly のウェイポイント機能、自動航行機能を使ったやり方について解説していきたいと思います。はい、どうも、サラクールです。 今日はですね、えー、DJI Fly の Waypoint イイ機能、こちらの方ですね、解説をしていきたいと思います。今ですね、私の方は、まあ、DJ Mavic 3をですね、持ってきてるんですが、まあ、最近出ました DJ Air 3の方も Waypoint イイ機能、自動航行機能に対応した機種になっております。なので結構ですね、えー、DJ Air 3の方、えー、買われてる方もですね、Waypoint イイ機能、自動航行機能も全然使ってみたいなと。 思っている方もね、いらっしゃるかなと思ってるんですけども、まあ、今回ですね、そちらの方の解説をしていきたいと思います。今回ですね、ウェイポイント機能の方はですね、現場でも設定することはできるんですが、今回ですね、あらかじめ家とかでですね、事前に設定して、まあ、現地で飛ばすというようなやり方でですね、ウェイポイント機能のですね、活用方法、こちらの方ですね、説明していきたいと思います。現場で設定してもいいんですけども、現場の場合はですね、 その場所まで飛んでいって、まあ、設定の方をね、していかなきゃいけないということがありますので。 なかなかですね、そういうことでですね、まあ、ウェイポイント機能をですね、活用できる場合もね、少ないかなと思うんですけども、一方ですね、事前にですね、例えばですね、前日とかに設定しといて、で、それうでうですね、飛ばすというようなですね、やり方というものはですね、対応するかなと思ってますので、まあ、今回ですね、そちらの話をさせていただきます。ウェイポイントの機能ですね、使わなくてもですね、十分ですね、いい映像を撮れると思っている方もね、いらっしゃるかなと思うんですけども、映像の表現の幅を広げるという意味でもですね、まあ、ウェイポイント機能の方は、 覚えといた方がね、いいかなと思っています。 あとでもですね、説明しますけれども、ウェイポイント機能を使うとですね、まあ、ワンオペでは撮れないような映像というものも撮ることができまして、で、これはですね、まあ、ツーオペじゃないとですね、撮れない映像というものもですね、結構撮れたりします。そうするとですね、映像の幅も広がりまして、今まで、あ、ですね、撮れなかったような映えた映像というものもですね、どんどんですね、撮ることができますので、ぜひですね、まあ、ウェイポイント機能の方、こちらの方もですね、覚えていただけたらなと。 思って今回の動画を作っております。では早速なんですけども、ウェイポイント機能の設定の方、こちらの方のですね、解説の方からしていきたいと思いますねよろしくお願いします。ではこれからウェイポイントの設定のやり方を説明していきたいと思います。まずはプロポーの画面でですね、DJI Fly を立ち上げていただいて、まずは地図の方、拡大してください。この状態ですね、設定の方をしていきたいと思います。 で、地図はですね、こういう風な地図の出し方でもいいですし、あとですね、まあ、混合でやった方がですね、まあ、実際の飛ばすところというところもわかると思いますので、私はですね、よく標準ではなくて混合を使います。こちらの方ですね、標準とかですね、衛星とか混合、こちらの方ですね、選ぶことができるんですけども、私がですね、よくウェイポイントで設定する場合は混合の方を使っているというような形になります。 まあ今回ですね、ちょっと千葉のですね、一番南にあるですね、野島崎東西。こちらの方で設定の方していきたいと思います。でですね、ウェイポイントの設定なんですけども、左横にあるですね、ウェイポイントマークをタップしていただきます。 そうすると、まあ、C1 を押してウェイポイントを追加しますという風に出てきますけども、これはですね、現地で行う場合にやるやり方になります。今回私が説明するのは、家、まあ、でですね、事前にウェイポイントの設定するやり方をですね、説明していきたいと思います。 まずですね、こちらの方、ウェイポイントとですね、POI、こちらの方ですね、設定することになるんですけども、まずそのですね、さらに右にある3つ並んでる丸のボタン、こちらの方を押していただきますと、全体をですね、設定することができます。こちらの方にはですね、全体速度、飛行終了、信号ロスト時、開始地点、こちらの方ですね、全体をですね、設定することができます。 まず、全体速の方ですね。こちらの方ですね。選択することができまして、秒速0.1メートルから秒速15メートルまで、こちらの方ですね。設定することができます。 で、続いて、飛行終了なんですけども、まあ、こちらもですね、飛行が終了した時にどういうふうな動作をさせますかということで、今はですね、リターントゥーホームが選ばれていますけども、こちらの方もホバーリング、リターントゥーホーム、着陸、あと開始点に戻るというですね、ところをですね、選ぶことができます。私はですね、飛行終了した場合はですね、リターントゥーホームするようなやり方でやっております。 で、続いてですね、信号ロスト時の場合ですね、どのような動作をしますかというところですね、選ぶことができるんですけども、この場合はリターントゥーホーム、オーバリング、着陸、あとですね、続行ということで、続行の場合は信号ロスト時もですね、自分がプログラミングしたのをですね、ずっと続行するというような形になります。私はですね、安全を見ていつもですね、こちらの方はリターントゥーホームでやらさせていただいております。 あと、開始地点なんですけども、今ですね、まあ、ウェイポイント1しかないんですが、こちらの方はウェイポイントたくさん設定したときに、どのですね、ウェイポイントから開始しますっていうところをですね、まあ、設定することができますので、まあ、基本的にはですね、ウェイポイント1をですね、開始地点というふうに設定しておけばよろしいかなと思っております。ということでですね、こちらがですね、全体のですね、設定というような形になっております。 ではですね、左側のですね、矢印ボタンを押すと、ウェイポイントと POI を選ぶことができるんですけども、まあ、こちらですね、今地図をお見せしてるんですが、この地図上にですね、タップしていただきます。今、ウェイポイントの方にオンになってます。これをですね、POI の方にですね、オンにすることができるんですけども、まずですね、ウェイポイントの方から説明していきたいと思うんですが、まあ、こちらですね、地図上のところタップしていただくと、どんどんですね、ウェイポイントがですね、追加していくというようなですね、ことができます。まあこちら ですね、まあ、何点でもですね追加するというようなことがですね、可能です。まあ、こういうふうにですね、自分のですね飛ばしたいところにですね、こういうふうにどんどんですね、ウェイポイントを打っていくというようなことがですね、できます。今ですね、15点打ってみました。それぞれですね、今ですね、15点打ちましたので、1番からですね、15番でですね、ウェイポイントがですね、設定されたということになります。 で、こちらをですね、それぞれのパラメータをですね、変えていくということがですね、次の作業になります。で、上の方にはですね、今、ウェイポイント15ポイント打ちましたけれども、 まずですね、速さの方が、先ほどですね、全体の速度ですね、秒速15メートルで飛ばすというようなですね、設定をしましたので、時間としてはですね、まあ、4分ということと、あとはですね、距離はですね、3686メートルでですね、飛ばしますよということで、まあ、15点でですね、飛ばすというような形になります。で、こちらの方ですね、ウェイポイントそれぞれを設定していくという形になります。 ま、例えばですね、ワイポイント1をですね、設定するということで、まあ、こちらの方ですね、全部でカメラ動作、高さ、速度、向き、ジンバルツーとズーム、ホバリング、こちらの方ですね、それぞれ設定することができます。まず、カメラ動作の方なんですけども、まあ、こちらはですね、このウェイポイント1に来たときに、まあ、どういう風なカメラ動作をしますかというところの動作をですね、決めるということになります。まあ、こちらですね、なしか、あとですね、写真撮影。 あと、録画開始、録画停止。こちらの方ですね。選ぶことができます。 まあこちらの方ですね、まあ、ウェイポイント1から録画開始するということもですね、よくするかなと思うんですけども、私はですね、飛ばす前から録画のボタンを押してますので、まあ、こちら私の方はですね、ナーシというような形にしております。まあ、こちらですね、お知らせとか気にされる方はですね、まあ、録画開始をするとか、あとですね、その地点で撮影したいよという時はですね、写真撮影のとかもです、ね、選んでいただければね、カメラの動作をですね、そのウェイポイントのところですることができるという形になります。 で続いてですね、高さの方を選ぶことができます。デフォルトでは50メートルに設定されていると思うんですけども、こちらの方ですね、こちらの高さをですね、変えることができるというような形になっております。 で、続いて速度ですけども、まあ、こちらですね、まあ、全体速度と、えー、出てますけども、全体速度は先ほどのですね、こちらの方ですね、えー、全体速度、えー、設定するところがあるんですね。こちらの方ですね、設定した速度ですね、次のですね、ウェイポイントまでの速度というものをですね、設定するということができます。で、今はですね、全体速度になってるんですが、こちらの方ですね、 全体速度の速度で飛ばすというやり方もあるんですけども、まあ、例えばですね、今、ウェイポイント1を設定してますけども、ウェイポイント1からですね、ウェイポイント2までですね、カスタムで飛ばしたいよという場合もあるかなと思います。まあ、例えばですね、ここの通りですね、カスタムです。もうちょっとですね、ゆっくり飛ばしたいという時はですね、こういう風に選んでいただいて、秒速9メートルで飛ばすということで、全体速度としては秒速15メートルなんですけども、まあ、ウェイポイント1からウェイポイント2まではですね、秒速9メートルで飛ばしてくださいという風にですね、カスタム設定して 設定とととうここででです、ね、すすねることができますで続いてですね、向きなんですけども、こちらですね、コースに従うっていう場合はですね、次のですね、ウェイポイントまでですね、コースに従ってカメラの向きをですね、向けるというような形になっております。こちらの方もですね、手動とですね、あとですね、カスタムをですね、選ぶことができます。で手動の場合はですね、次のウェイポイントまで手動でですね、カメラの向きをですね、 自分のプロポを使って変えるということがですね、できるようになります。で、あとですね、カスタムに関しましては、あらかじめですね、こちらの方、向きの方がですね、マイナス180度から180度まで向きをこう変えることができます。ちなみにですね、こちらの方、向き0度にした場合は、コースに従うとですね、同じですね、設定ということになりますので、 こちらの、ね、コースに従うからですね、どのぐらいです、ね、向きを変えてあげるかと、右向きに振るか、左向きに振るかというところですね、こちらの方ですね、設定することができます。こういうふうにですね、マイナス80度とか、180度とか、こういうふうに設定すると、ちょうどですね、飛んでいくウェイポイントの音はですね、180度、まあ、だから後ろ向きにですね、カメラを向けてですね、飛ばすというような形になります。 はい、続いてですね、ジンバルチルートなんですけども、こちらはですね、ジンバルのですね、チルートですね、何度に設定しますかということで,ですね、こちらの方はですね、マイナス90度から35度までですね、設定することができます。こちらはですね、マビック3とかエア3とかによってですね、こちらジンバルチルートのですね、チルート量変わると思いますので、こちらの方はですね、ドローンによってですね、自由トローンのですね、設定量ということがですね、変わるかなと思います。 で、今ですね、まあ、カスタムにしてますけども、こちらの方もですね、手動で動かすことも可能になっております。で、続いてですね、ズームなんですけども、こちらですね、ズームをですね、手動でやることもできますし、まあ、あらかじめですね、決めたらですね、ズームですね、設定して飛ばすということもできます。 あと、ホバリングですね。その地点に来た時に何秒間ホバリングしますかというところもですね、こちらの方を設定することができます。0秒から30秒ということになります。ホバリング0秒に設定した場合は、そのままですね、次の地点に行ってもですね、その場でホバリングしないで、また次のウェイポイントまで進むというような形になります。まあ、基本的にはですね、0秒にしておきますね。自動的にですね、次のですね、ウェイポイントまで行きますので、私はですね、特に止める必要がないという場合はですね、こちらの方はですね、0秒に設定していると。 いうような形になっております。まあ、こちらがですね、まずウェイポイントの設定ということで、これをですね、すべてのですね、ウェイポイントですね、設定していくというような形になります。で、その後ですね、POI させたい場合があります。この場合ですね、POI の方、ボタンを押していただいて、例えばですね、ここの場合はですね、ここに灯台がありますので、この灯台のところですね、設定したりします。こちらの方もですね、地図とかでこうやって設定するとですね、いろんなところにですね、POI の点をですね、打つことができます。 で、あとですね、この POI の方の設定なんですけども、まあ、こちらの方はですね、高さとウェイポイント、リンクと、えこちらはですね、2つの方をですね、選ぶことができます。まず、高さなんですけども、こちらの方はですね、高さ、このですね、POI のポイントに対して、 ま、何メートルの高さにカメラを合わせてくださいというようなことで設定しております。今の場合はですね、こちら31メートルということになってますので、まあ、POI1 の点で高さ31メートルのところにカメラを合わせてくださいということになります。まあ、こちらですね、高度に関しては、まあ、先ほどのですね、ウェイポイントもそうなんですけれども、あくまでもホームポイントで設定したところがですね、0メートルというふうに設定されてます。31メートル分ですね、高くなったところ。 こ,このところにカメラを合わせてくださいということになります。でですね、続いてですね、ウェイポイントにリンクなんですけど、今はですね、なしになっています。 ここに関してはですね、先ほどウェイポイントを15点設定しましたので、こっちの方をですね、選ぶことができます。今のところですね、1からですね、15ということで、ここまでですね、なっています。これもですね、まあ、ウェイポイントを増やしていけば、このですね、リンクどのようにさせますかというところ、選ぶところがですね、まあ、増えていくという形になりますけど例えばですね、このですね、PO は1のポイントに2と3と4をですね、リンクしたいという場合はですね、こちらの方から、 2と3と4という風に選ぶと、こちらの方のですね、POI1 の方に向くというような形になります。こちらの方もですね、POI1 のところの右のところにですね、すべて選択という部分もありますね。この場合はですね、すべて選択していただくと、すべてのですね、ウェイポイントが POI1 に向くというようなこともね、設定としてなっております。これもですね、選択をね、解除するということもね、できます。 でですね、ちょっと2と3と4のところにですね、今矢印がついてると思うんですけども、まあ、こっちの方にですね、今カメラが向いてますよ、というようなですね、ことになっております。今ですね、これからですね、2と3と4選びますので、この矢印のところ注目しといてください。今ですから押します。はい。 こうやって押すとですね、すべてがですね、POI1 にですね、今ちょうど向いたということがね、わかるかなと思います。はい、こちらの方もですね、今、まあ、POI1 の方を設定しましたけども、今度ですね、POI2 とかで通に、ね、今設定の方をしまして、こちらですね、例えばですね、5、6を向けたいよというときはこういうふうにですね、選ぶとですね、5、6はですね、向くというようなことができます。あとですね、さらにですね、POI3 の方もですね、設定することができますけども、まあ、こちらもですね、他のポイントですね、こういうふうにですね、設定することができると。 え、いうことになります。なので、まあ、とても簡単です。まあ、ウェイポイントの方の設定と POI の方の設定、こちらの方をしていただくと、まあ、自動航行をですね。して、自分のですね、バイル設定をですね、することができるということになります。こちらの方をですね、あと保存したいということになるかと思うんですけども、その場合はですね、こちらの方にファイルマークがあります。こちらの方をですね、タップしていただくと、まあ、こちらの方ですね、今、まあ、保存というところがあると思うんですけどこちらの方のですね、保存ボタンを押すとですね、 保存すすることができます、まあ、保存はですねそのまま保存するというやり方とあとですね名前を付けて保存ということをです、ね、選ぶことができます。 はい、これですね、今ですね、保存ボタンを押しましたので、ウェイポイント飛行がですね、保存されたということで、こちらに関しては、ま、現地に行ってですね、呼び出すということをですね、すればですね、こちらをですね、簡単に呼び出すことができます。呼び出し方も簡単です。設定のボタンに戻ってきましたけども、まあ、こちらのですね、ファイルボタンを押して、8月5日というふうになっているところがあるんですけど、こちらの方ですね、押していただくと、で、これですね、今、設定したものをですね、読み込むことができるということになります。 はい。ということで、ここまでがですね、設定ということになります。その後ですね、実際はドローンをですね、オンにした状態で、次へというところを押すとですね、こっちらの方のウェイポイントとか POI 設定したものを読み込んで、実際ですね、自動航行していくというような形になります。はい。ということでですね、設定としてはとても簡単なので、ぜひですね、試していただきたいなと思っております。はい。以上となります。 はい、こちらがですね、え、以前飛ばした時に設定したものになっています。ま、すべて設定し終わった後に、次へのボタンを押すというような形になります。でですね、え、こっから次へのボタンを押すと、GO ボタンが出てきます。こちらの方ですね、え、押していただくと、開始後に石、ね、体は自動的に履歴し、ウェイポイント飛行を実施しますということで、就寝エリアがですね、安全か確認してくださいというところになります。まあ、こちらの方ですね、まあ、続行ボタンを押して、 いよいよですね、飛行を始めるというような形になっております。はい、そうするとですね、ルートのアップデート中ということになりまして、でですね、アップデートが終わったらですね、設定したウェイポイントをですね、始めるということになって、今ですね、飛び上がりましたけども、まあそちらでですね、まずですね、ウェイポイント1の方に飛んでいってるというような形になっております。 まあ、こちらはですね、まあ、九十九里浜というですね、結構ですね、広い浜でですね、飛ばしたことになってるんですけども、今ですね、ウェイポイント1の方にですね、向かって飛んでってというような形になっております。で、間もなくですね、まあ、ウェイポイント1のところですね、まあ、到着して、いわゆるですね、まあ、設定したところからですね、まあ、スタートというような形になってます。まあ、この時はですね、ウェイポイント1のところから、 録画をですね、開始してくださいというようなですね、設定にしてましたので、まあ、ここからですね、自動的に録画がですね、開始されたというような形になっています。でですね、録画の方開始しながらですね、ウェイポイント2の方に向かって飛んでいっているというようなですね、形になっています。で、ウェイポイント2の方にはですね、POI1 の方を設定してますので、まあ、そちらの方にですね、まあ、カメラが向いて、まあ、撮っているというような形になっています。 ちょうどですね、左下の方に実際のですね、空撮しているですね、動画がですね、映し出されているんですけども、こういうふうにですね、POI1 の方に向けて、ウェイポイント2のところですね、POI1 の方に向けてですね、設定してますので、こういうふうにですね、POI1 のところにちょうどですね、カメラを向けてですね、撮られているというような形になっています。これによって、ウェイポイントとか POI 設定した自動航行がですね、できるというような形になっております。 はい、ということで,ですね、まあ、実際ですね、飛ばすとですね、まあ、こういう風にですね、撮ることができるということになります。はい、ということで、自動航行じゃないとですね、撮れない映像というところですね、ちょっと紹介していきたいと思います。これですね、また別のところで撮った映像ということになります。これもですね、自動航行で飛ばした映像になります。こちらの方にですね、ちょっとですね、小高い山があるんですけども、まあ、こちらの方にですね、POI の方で設定しております。この小高い山をですね、舐めるような形でですね、ドローンがですね、飛行していくんですけども、まあそ このところですね、ちょっとカメラワークにですね、注目していただきたいと思います。ちょっとですね、こちらの方ですね、再生していきたいと思います。はい、今ですね、まあ、再生始まりましたけれども、このですね、小高い山の方に向かってですね、どんどん進んでおりますが、まあ、POI のところですね、そこ設定しておりますので、まあドローンがですね、この山をですね、舐め回すようなですね、カメラワークで撮ることができるというような形になっております。これに関してはですね、絶対ですね、ワンオペでは撮れないようなカメラワークです。 撮ることができますので、まあこれはですね、まあ、自動高校のですね、醍醐味ということになります。まあこういうふうにですね、かなりですねえ、映えた映像でですね、撮ることができますので、まあぜひですね、ウェイポイントの方を活用していただければね、よろしいかなと思っております。はい、ということですね、ちょっとですね、実例としてですね、挙げさせていただきました。以上となります。 はい。いかがだったでしょうか今回ですね、ウェイポイント機能の方を説明してきました。まあ、DJ Air 3をですね、買われている方もですね、ぜひですね、こちらのウェイポイント機能の方を活用していただければね、よろしいかなと思ってます。こちらの方ですね、活用していただくと映像の幅が広がりますし、あとですね、ワンオページは絶対撮れないようにですね、映像というものもですね、撮れますので、まあ、こちらをですね、活用していただくと映像の幅ですね、すごくね、広がると思います。 はい。ということで、今回はですね、ウェイポイント機能の方の解説の方をしていきました。この動画でよろしくですね、高評価ボタン、あとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のチャンネルの方ですね、随時新しい情報の方も提供してますので、ぜひベルマークの方、通知ボタンの方もオンにしていただくとありがたいです。それでは次回の動画でお会いしたいと思います。以上、サークルでした。さようなら。バイバイ。